皆さんこんにちは、丸尾ゆずと申します。一般公開の動画でお話しするのは久々になるんですけれども、今日はタイトル通り日常の練習風景ということで、ただただ練習を垂れ流していきます。ノーカットノー編集で基本的にはもう日常そのままお見せしようかなと思ってますが、昨今メンバーシップで1本だけ別の動画を上げました。ラフマニノフの絵画的練習曲の方なんですけども、そっちの練習風景の動画が、意外と想定よりも皆さん興味深く拝聴しましたと言ってくださったので、まあ一般動画でも1個ぐらい上げてみようかなと思って今から、はい、せっかくなので撮ってみたいと思います。ちょっとこの後アーニャチャンネルの対談があるので、まあちょっと撮影の何でしょう気持ちに合ってきているので今、はい、そんなこともあって、練習をちょっと撮ってみたいと思います。曲はヨハン・セバスティアン・バッハの、無伴奏バイオリンのためのパルティータの、3番、からプレリュードです。でこれは、バイオリンの曲ですけども、セルゲイ・ラフマニノフが編曲しているものがありまして、ラフマニノフはこのプレリュードとそれからガボットとジーグ、の3曲を編曲しています。もともとオリジナルは6曲あるんですけども、後藤みどりさんの演奏は僕は本当に好きでよく聴くんですけども、ラフマニノフはこれを鍵盤用に編曲しているということで、その元の曲よりももちろんピアノだとそのハーモニー和声がたくさん作れるので、よりゴージャスな編曲になっています。はい、ちょっと今日は曲を練習していきますけども、だいぶその概要をお話ししたりとか、ただ弾くだけじゃもちろんつまらないので、ちょっと喋りながらなんかポイントかいつまんで喋ってみようかなと思います。内容次第ではつまらない動画になる可能性ももちろんありますけれども、もし何か参考になるところがありましたら、はい、取り入れてみてください。それではちょっと順番に、楽譜がもしお手元にあれば、はい、見ながら聴いていただいてもいいかなと思います。ちょっと最初の方だけまず弾いてみると、当然全部は弾きたくないので、ここまでにしておきますが、ちょっとゆっくりやってみます。もうまずここだけでもバイオリンがなんか2本いるようなイメージも僕はあるんですね。鍵盤で弾いてるからなおさらそう思うのかもしれないですけど、まずっていう人とこの人と2人合奏してる感じとかもありかなと思います。あるいは1小節で1本のバイオリンまでと次の、これがこう交互に出てくる感じで、3人目のバイオリンがここで出てくるとか、何らかの複数の人数で合奏してる感じがあっても面白いと思いますね。で、もともとオリジナルの楽譜では、右手のこのメロディーがバイオリンの曲になるんですけど、ここにラフマニノフは左手を付け加えて、こっちを付け加えることでちょっと舞曲的な感じを出したかったのかなと思います。でこっちもラフマニノフの編曲ですね。でこの冒頭のこのモチーフをすごくたくさん頻繁に出してくるんですけど、ラフマニノフは。ここに来ると、息の長いフレーズになっていきますけど、そこまでをまずその、この補聴調の。この1の和声が、この
何か始まりをこう告げるというか、これからどんどん物語が進んでいくっていう予告をしてる感じが出せたらいいのかなと思ってます。でこれはあのスラーが書いてるんですけど、あのバロック的だったり、あの、いろんなタッチを使って引き分けるのもいいかなと思ってます。ラフマイノフがロマン派以降の人なので、そうですね、そのモダンピアノの発想でレガートを作るのか、それとも割と指をアクティブに使うのかっていう2通りの解釈があっていいと思うんですけど、ここだけでもそのミとアとソとこの中のメロディですね、カエルの歌みたいな、のシの音っていうのは裏の音なので、やっぱりそのここで粒を揃えすぎると立体感がなくなる気がするんですが、こうやってちょっと揃えすぎるとやっぱり違うかなっていう気もします。でもかといって何でしょう、そのショパンみたいなレガートではなくて、あくまでバッハを前提にしているので、バロック的な感じが積み上がる感じがあった方がいいと思います。だけどこのミとこっちの音となんか音色が変わった方がいいので、あの 3D 映像みたいなその奥行きが欲しかったりっていうとこですかね。でこちらこう来るので、なんか手のポジションがちょっとこう斜めになってた方が、ちょっとあくまで技術的な話ですけど、でこう死から身に上がる感じが、で、バイオリンの奏法の一つかもしれないんですけど、あの弦のちょっと割と上部弦の上の方を浅くすって擦ることで華やかな音がふわっと広がる感じ、舞い上がるような音になるっていうのを聞いたことがあって、で僕はそんなちゃんとバイオリンを習ったことはないですけど、さっと弾くことでこう、響きが広がるような感じになるらしいんですよ。でちょっとピアノでもそういう要素を取り入れるのも面白いかなと思います。このスタッカートがだからあまりにも深くドンって入れすぎるとちょっと重く聞こえるので、割と浅めに弾いちゃってもいいかな。スタッカートだけど、なんでしょうね。重いっていうよりはいい意味で軽い音。それともこう、後々ペダル踏むとしても、なんかふわっとこう舞い上がる感じがあって。
それは全部手首で処理した方が余韻が残りやすくなると思うので、なんかこういう動きを取り入れる、すぎない方がこの曲の場合はいい気がします。っていうのは冒頭のモチーフが裏拍から始まってるので、全体的にはその裏拍からのフレージングになるようなイメージでしょうかね。で次もで強拍で終わって裏拍からまた始まるみたいな、そういう音楽かなと。この2度のぶつかりがすごく面白いので、ペダルをどうしようかなというところなんですけど、ちょっとまだ結論は出てなくて、なんかこうモダンピアノで弾いてる感じを出すってなったら、まあペダル入れるのも面白いんですけど、濁ることはないんで、ここら辺は。感じがすごくしますね、このぶつかりが。宮廷の感じがすごくするというか、
感じも欲しいし、かといってこれが荒くなってしまったみたいなので、繋がっていく感じですかね。交互に右と左でやり合う感じが。あ、これちょっとその交互のレガートが難しいところですね。この曲全体に言えることなんですけど。
つけてもいいですか。ここに来るとこの調整フォルテか、少し雨の匂いがして、でも晴れ間が差してくるみたいな。だから完全に快晴っていうよりは雨が上がった後のまだ地面が濡れてる感じとかもいいのかな。だからフォルテ、ウナコルダを踏んだフォルテもいいかもしれないですね。この辺はいろんな過程を経てこの調整にたどり着いてるっていう感じが欲しいので、冒頭のキャラと明らかに違うというか、もう違う惑星に来ちゃった感じが僕にはするかな。冒頭だとこういう感じの雰囲気だったのが、ここではあの飛行機から見えるその飛び立った時に、まあなんとなく街が見えるじゃなくて、そのもっと高いところに来て、もう街は遠いんですよね。で雲の上から、さらに高いところから街が見える感じとかなんか高さが違う感じかな。貴族的というか、なんて言うんでしょう、高貴な感じっていうんでしょうか。
もう散々苦労してたんですけど、だいぶこれがハマってきたんですけど、その2の指がとにかく落ちやすくって、まあ、みんな2の指って苦手って言うんですけど、やっぱ特別落ちやすい指なんですよ。だから相当気をつけないと難しいぞこれは。で、2が入ったと思ったら今度5が落ちたりとか、腰から鍵盤が生えてるみたいなイメージで向こうまでつながってる。そうすると柔軟なこういうリーチが使えるかなと思ってるので、まあ、それでちょっとある生徒さんに言ったらイメージしやすくなって、すごく重さを使えるようになったって言ってたので、なんか鍵盤が腰から生えてると思うといいのかな。
なんとなくこの曲もそういう影響があるのかな。ジャズ的な影響っていうのか。感じになっちゃってるんですけど、もう純粋なそのバッハ的なところっていうのはあるにはあるんですけども、雰囲気はもうロシアみたいな感じもしますよね。すごく王道のカデンツ、まあ、バッハのそのねオリジナルなので当たり前ですけど、もうカデンツの神みたいなのがここで出てくる感じですかね。はい、ちょっといつの間にかなんか概要ばっかりさっきから喋ってしまってたんですけど、はい、もうちょっとより細かく見つつ。
秋のリサイタルでこれは取り上げる曲なので、また会場でお会いできますことを楽しみにしております。今年度はまだちょっとチラシの発表はない、もうすぐだと思うんですけど、10月の1日からスタートします。福岡から始まって11月の9日に愛知で、12月6日に東京で、12月10日に兵庫という4公演を予定しております。はい、一部ちょっと曲目はあれから本当にちょっとですけど変更したので、また、はい、発表があると思います。よろしくお願いいたします。じゃあ今日はちょっとざーっと見ましたけども、こんな曲です。それではまた、メンバーの方とか、あとは、コンサートでもぜひお会いしましょう。ありがとうございました。